今日はパンジーを描きたいと思います。まずパンジーの特色なんですけれど、花びらがまず上に2枚耳のようにあります。それからほっぺたのようにまた丸が2つあります。それから下は2つに分かれてはいるんですけれど、1つにつながってます。こんな筋があったり、このように真ん中に模様があったりします。あと葉なんですけれど、こんな形です。周りは波打っています。こういうのを覚えておいてから描きましょう。あとつぼみですね。これがつぼみです。では描いてみます。今日は筆ペンの薄墨という、部首義用の筆ペンを使います。これで輪郭を描いてみます。まず丸を2つ、それから横にも丸、それから下はこんな感じです。それでここにポチッと書いておきます。もう一つ書きます。耳のように丸、それからほっぺたですね。それで下の顎のあたりを描きます。はい、2つできました。パンジーはお庭にたくさん咲いていますので、いくつも描いてみます。はい、4つ。パンジーは冬から春にかけて花が咲きます。かなり真冬の雪が降っている時でも外で綺麗に咲いていますので、冬にお花がお庭にない時もパンジーが結構咲いています。うちは毎年パンジーを植えています。春はパンジーです。今実はこの小さいのはビオラと言います。ビオラはパンジーより小さくて形は似てるんですけれど、小さいお花がたくさん咲きます。そうしましたら葉も描きます。葉はこうでしたよね。波打っています。雲みたいに描きますけれど、少し三角です。下が大きくて先が小さいです。花によっては一輪だけポチッと描く花もあるんですけれど、パンジーはなんとなく賑やかな方がいいなと私は思ってます。
きました。ではこれに色を塗ります。この100円ショップで買ったパステルで色を塗ってみたいと思います。パステルの便利なところは水を使わないで済むところです。気軽に始められると思います。ただパステルは後で吹き刺しチーフというのにで本当は止めなくてはならないんですけれど、よくこう自分の家用でしたら止めなくてもそのまま額に入れてしまっても構わないです。色は紫がないので青とピンクで紫にっぽくしたいと思います。いろんな色のパンチがあります。花を見るときに葉の形とか花の特色とかを見ておくと絵を描くときに役に立ちます。あと葉緑ですね。少し色を混ぜます。最後に普通の濃い色の筆ペンで細かく描いていきます。この模様を描きます。ネズミのひげみたいな感じで描いてください。いろんなパンジーがありますので図鑑なんかで見ておくといいと思います。
輪郭が少しぼけたのでちょっと描き足します。少し一律にしないで、葉や花によってちょっとタイプをしっかり輪郭取ってるところとか離れてるところも作ります。白くしたいところは消しゴムで消しておきます。少し濃いところを作ります。サインをします。はい、できました。皆さんも書いてみてくださいね。お部屋に飾ってください。ちょっと粉が出ますので本当は止めなくちゃいけないんですけれど、まあ額に飾るにはそのまま入れちゃって、粉に気をつけて出し入れてください。以上です。